富士テレビ山形支局跡地富士テレビ山形支局とはかつて山形県山形市に設置されていた富士テレビの支局である1993年4月にそれまで富士テレビ系列局だった山形テレビがテレビ朝日系列にネットチェンジしたのに伴い山形市五章町に設置された SNG 社が配置され1997年4月の 新しい系列局のサクランボテレビ開局まで、フジテレビ系列の報道、情報番組の取材を行った。局舎の屋根には、チベット王テレビ FM 放送所向けのテレビアンテナの、他に、王都市寺山向けの比較的大きな VHF アンテナが設置されていた。また、同市局には、産経新聞社山形市局も併設されていた。青森県では、フジテレビ、 青森市局が、山梨県では、富士テレビ、甲府市局が、現在もそれぞれ設置されている。また、山口県では、テレビ西日本が、徳島県では、関西テレビが取材を担当している。かつては、北海道に北海道文化放送開局まで、富士テレビ、札幌市局が、高知県でも、 高知三々テレビ会局まで、フジテレビ、高知市局が存在した。山形テレビのネットチェンジ以後の4年間は、基本的に、DBS 系列のテレビー山形が、フジテレビ系の番組を送れネットしていた。ただ、主に、サザエさん、キテレツ、大百科、ドラゴンボール Z、ネルトンくれないクジラ団、夢が、モリモリ、テレビ寺小屋など、 山形県に取引先が多い企業が提供していた番組だったため笑っていいともなどの多くの人気番組は放送されなかった。特に1990年代には絶大な人気を誇っていた笑っていいともが遅れ放送さえも実施されなかったことで県民の苦情が山形テレビ、テレビュー山形、フジテレビに相次いだという。 このため、山形市、新庄市などの内陸の村山、斎場、大玉地域では、仙台放送、または、福島テレビ、鶴岡市、酒田市などの日本海側に近い庄内地域では、新潟総合テレビ、または、秋田テレビを直接受信するか、ケーブルテレビでの保管受信を利用せざるを得なかった。富士テレビは、山形放送が、 山形テレビのネットチェンジに協力したとみなしたことから、山形テレビはもとより、山形放送に対しても、関西テレビを含む富士テレビ系列局各局が、制作する番組の販売を例外を除いて拒否した。特に、山形放送は、日本テレビ系列局一本化以降、富士テレビ系列局が存在しない地域における、日本テレビ系列局で唯一。 富士テレビが制作する番組を放送していないつぼねとなった。なお、民謡を国巡りは富士テレビ系列局の秋田テレビ制作番組だが山形テレビのネットチェンジ後はもとより桜んぼテレビ開局後も山形テレビにスポンサーとの契約が継続されていた関係からか最終回まで一貫して山形テレビで放送された。ただし、 FNS の日に内放される場合と漫画名作劇場版は放送されなかった。テレビュー山形におけるドラゴンボールシリーズはドラゴンボール Z のみの放送にとどまりドラゴンボール Z の後継作品であるドラゴンボール GT はサクランボテレビ開局までの間山形県では全国で唯一地上派では放送されなかった。山形県では 山形テレビのネットチェンジ以降、高知放送が1996年9月27日に、笑っていいともを打ち切るまで、民放2局以上ある地域で唯一放送されなかった。ありがとうございます。